が他人から評価されてなくなった時は自分で辞めるタイミングだと思うんで、今の自分の実力をちゃんと評価されないのであれば、それは辞める時だなって思ってました。なんで僕の中ではもう完璧でしたね、はい。週1です。基本的にアベーマさんにお世話になってて、その日程で他も入れるところみたいな、だから週末にまとめて仕事して韓国にまた行くみたいな感じです。経営図がこの会社の資本に入ってるだけです。株主ってことです。高所トレーニングの環境を作って、まあ、街中でそれができるっていうトレーニング効果が出やすい、まあ、ここ静岡もあって、もともとそこが最初のお店で2店舗目です。ここは現役の時に川崎にいた時は経営が何かも分かんないし、お店がどう成り立ってて会社がどう成り立ってるのか全く分かんなかったんですけど、まあ、年取りながらちょっとずつそれが分かってきて、選手は要は時間を切り売りしてるようなもんで、絶対に終わりが来るから、まあ、贅沢したりもいいんですけど、全然それもいいんですけど、絶対に限りのある収入源だっていうのを忘れがちなんですよ。小学校とか頃からやってることが一緒で、自分の課題、出た課題をクリアする連続でここまで来てるんで、結果出せなかったら落ちてくし、出したら上がってくし、でその価値は勝手に相手が決めるんで、まあ、楽なようで厳しいし、でもやってる人からしてれば楽な時もあるし、まあ、タレントというか、うん、解説を今仕事されてるじゃないですか、うん、近いですよ、違います、うん、まあ似てますね、感覚的には。でもここまで来たらもう全部一緒かなと思ったりします。解説やりながらトライアンドエラーを繰り返します。またメンターがいたり、すげえやつがいたらちゃんとやらなきゃと思うし、対戦相手が上位じゃないと難しいっていう、情報もあんまないですよ、選手個人しかないから、自分で直接見なきゃ自分の言葉で語れないから、プレッシャーあります？あります。試合始まるまでがプレッシャーです。最初のボードで説明するところまでがマジで緊張する。何を言おうかっていつも緊張する。持ってるそのキャラクターみたいなところが非常にいいなと思って、彼ならではの言葉をしっかり持ちながら、でもその論理的にサッカーを分かりやすく解説してくださるので、非常にそのアベマの解説としてありがたい存在だなと思います。三笘薫、止まらない、三笘折り返しシュートだ。三笘ってる、仕事もらえてる今に感謝はしますよね。プレミアの解説したがる人なんていっぱいいるので、それを僕みたいなひよっこがさせてもらえてるのはありがたいですね。で今僕は羽を休める期間だと思って、40までは若くないじゃないですか、40代なんで。でも周りには経済的に成功してるやつなんていくらでもいる年になってくるじゃないですか、40代になってくると。でも今の生活めっちゃ楽なんですよ、めっちゃ楽しいんですよ。でも夜ふとした時にめっちゃ不安になるんですよ、寝る前とか。大丈夫かなみたいな、このまま人生、このまま人に人生を預けてるんです、預けすぎてるんじゃないのかなって思ったりもしますよね。だってもらう仕事しかないから、コートオツでいたら僕はオツなんで、完全に。オツだと限界あるなっていうのがありますよね。
選手自体のあのストレスはないけど、でも物足りなさもあるし、じゃあすげえやりがいのある仕事をしたらそれはそれ大変だし、絶対なそれも人間みんなないものみたいですよ。先のことを考えたら不安になるし、過去のことを考えたら後悔することもいっぱいあるし、今だけ考えるってことです。それは現役の時から一緒です。でもそれができないですけどね、みんな僕はめちゃくちゃ難しい。選手辞めるとき、平成さんの中ではどういうとき？自分が他人から評価されてなくなった時は自分で辞めるタイミングだと思うんで、サッカー選手チョンテセとして評価されるのではなく、キャリアがある影響力のある選手として契約するところはたくさんあるけど、今の自分の実力をちゃんと評価されないのであればそれは辞める時だなって思ってました。まだあの時はその自分のストライカーとしての鋭さがかなり鋭利な刃物のような怖さはあったなって思います、時間が経つにつれプレースタイルを変えて幅が広くなってはいったんですけど、でもフォワードとして怖いフォワードは誰かっつったらやっぱり川崎フロンターレの僕の方が怖さはあったなって思いますね。あの時は、ミスをそんな怖がってなかったし、いいボールが来るっていうのがやっぱ一番で、もちろん健吾さんもそうだしジュニーもそうだったし森井介さんも、試合に出てる選手たちがそれぞれのポジションで圧倒してくれるんで、川崎フロンターレを出て初めてそれに気づきましたね。自分が取ってたんじゃなくて取らさせてもらってたんだっていうのはその時気づきました。でも自分が望んでいる理想と、現実に大きな差を感じることがすごく辛くて、現状維持は衰退じゃないですか。これも中田英寿さんが言ってたんですけど、自分も結構頑張ったなって思ったらもうそれはもう右肩下がりで落ちてるっていうことなんで、だからこそなおさらもっとゴールを取らなきゃと思ったし、飢えてましたよねあの時は。フロンターレを退団することを考え始めたって、どのタイミングか。とりあえず早く海外行きたかったんですよ僕は。もうそれ世界に出たくて、でワールドカップのタイミングはその時だと思ってて、そこに自分が世界にアピールするタイミングだと思ってたし、2010年の冬に実はプレミアリーグのクラブに練習参加してるんですけど、その時やっぱり世界との差を痛感して早く出なきゃいけないっていう脅迫観念にとらわれるようになりましたね。結局他のクラブに戻ってきたんですけど、日本に。でも自分をずっとごまかし続けてたっていうのは正直なところで、僕がクラブを出て7年8年経った時、トドロギのフロンターレの試合を見たら基本的なものは何も変わってなくて、トドロギの雰囲気もそうだし、川崎が相手を圧倒する姿っていうのはあの時と何も変わってなくて、ゴールに専念できる環境がここでは整ってて、フォワードにとっては天国だなって正直見てて思って、あれっつって、俺もしかしてあの時に川崎フロンターレ戻ってきてたらもっと活躍できたんじゃないのかっていう後悔の念が襲ってきましたね。その時にこっちの道もあったんだと思って、ここ行けてたらまた元のフォームを取り戻して、また相手に恐れられる日本を J リーグを代表するフォワードになれたんじゃないのかって思いが巡ってきました。それが去年10月の神戸戦で、本当にまさにまさにその通りですね。
ゃあまあよくなってみてここか、このクラブで僕はプレーしてたんだって思いましたね。やっぱり自分が J リーグで一番輝いたっていうのは川崎フロンターレなんで、所属したクラブ全てのサポーターは最高でしたけど、まあ、川崎のあの轟のサポーターもやっぱり最高で、みんなに声援を送ってもらえることは冥利につきますよね。あ、自分はここでプレーしてみんなに声援を送られる価値のある人間なんだったんだなっていうのを確認できてよかった、すごい嬉しかったです。39の年で引退したんですけど、最後までもがいて年がいもなくもがき続けて必死にできること全てやって、試合に出れるためなら悪魔に魂を売るぐらいの勢いでずっとやってて、まあ、そういう風になって楽しい時間に比べたら苦しい時間の方が圧倒的に多くて、もうその年になったら周りをまとめるとかベテランとしての振る舞いを求められる、僕にはそれはできないんですよ。それを求められた時点でも僕は辞めようと思ってたんで、もちろん長谷部誠みたいにまだまだ現役でトップクラスでやりたいけど、これが僕の寿命なんで、僕の人生として他人と比べない自分の人生としてはもう辞めるタイミングとしてはもう完璧、もう何の後悔もないし、もちろんあの時はああすればよかったこうすればよかったっていう後悔はあるけど、また同じ状況になっても同じことするなって僕は思うんで。健吾さんみたいに美しい引き際はできなかったけど、人と比べるもんじゃないんで、そういうのって自分が自分の死に目で死ぬのは自分なんで。その引退、川崎去った後にもずっとこう哲さんが健吾さんとして、ね、そうボールと追いかけてたっていう、ね、感じなんですかね。いやだからもう感謝しかないですよね。喋ってないすみません。まあ引っ張ってもらいましたよ。楽しかった。はあ、酒飲んだら涙もろくなる。話して。存在が大きすぎますよね。まあアドバイスももちろんそうだし。まあ、何も知らずに入ってきて、自分のやりたいことだけやってきて、学生の時に。で自分の得意のことだけを許されてきたわけじゃないですか。でも、もうお前それだけじゃダメだよっていう話で、できることもっと増やさなきゃいけないから。だから、学んだものも多かったし、自分の能力を引き出してくれたものももちろんあるし、だから、僕のその後の人生で常に、パサーの、背後には健吾さんの影が見えてました。健吾さんだったらこのタイミングでマスクなみたいな、その幻影を追いかけてたし、だから最後にもう一回プレイしたかったなって言っちゃうし、だからもう一回の轟に戻りたかったなっていうのもいいのでもありますね。自分がその時清水でプレーしてて、全く関係のない川崎の優勝をあれだけ喜べるっていうことは、まあ、それだけその時の悔しさを全てを背負って優勝してくれた感謝の気持ちですよね。まあ、そこに僕が入れなかったことはもちろん悔しかったんですけど、でもそれでも、まあ、健吾さんが意図的に僕の思いを背負ってとかないと思うんですよ。特別なものは、まあ、その大勢の中の一人として受け取ってあげてたと思うんですけど、それを代表して優勝してくれたっていうのは、まあ自己中の僕でも他人のことであんなに感動することっていうのは後にも先にもないですよね。
うん、嬉しかった、本当に嬉しかった、うん、人生の教訓も完璧に学ばせてもらった人は多いと思いますけど、まあ、人生っていうのは負けを認めた時点で負けになるんです、うん、ポジティブな人間は負けてもそこから学んで次に生かせば、それはその負けは勝ちになるわけだから、うん、どんな苦しいことがあっても川崎みたいに諦めなかったら、全ての悔しさは全ての喜びに吸収されていく、その分辛ければ辛い分喜んだ分、成功した時の喜びは格別なわけだから、そういう生き方をすべきだなって思います。超、まあ、自己中って言ったらあれですけど、もうものすごい利己的な監督との出会いが僕に気づかせてくれることがあって、僕も自己中で利己的だから同じタイプの人間をすごい嫌う性質を持ってるんですよ。だから自分すごく怒鳴られて嫌だったあの監督も、見方を変えてみれば自分自身って考えた時に、あ、こんなに好き放題やっていいのが監督って、こんなに自分のやりたい放題にやっていいんだって思うようになって、あ、だったら俺監督向いてるわって正直思ったんですよ。なおさらワンワーナッシングの性格だから、監督をするか今の生活をするかっていうのはすごく感じましたね。向こうで一つの地上波の番組で芸能人チームみたいなのがあって、女子アナチーム、モデルチーム、歌手チームみたいな、素人初心者の子たちを教えながら監督やってるんですけど、めちゃくちゃやりがい感じるんですよね。やっぱり自分の経験とかを選手に伝えながら自分のやりたい戦術を敷いて、まあ、で何よりも勝ち負けの責任を取る時のその精神的な不安感、今は逆にそれが魅力に見えますね。やっぱり選手の時のあの緊張感とか、もう僕はゴールでは幸福感は埋められなかったんで、次は監督としてチームの勝利っていうことでその幸福感を埋められるのかなってすごく思いましたね。多いと思います。また。